中央カットしますが、ここさあ抜けてきた、チアゴサンタナ先制、清水エスパルス久々のエース弾、そしてこれで得点ランク単独トップ11点目、なんとここ10試合でこれ6点目ということになりました。いや決定力が凄まじいですね本当に。